ルイサ・デグスマンは、ポルトガル王ジョアン四世の王妃。サンルカルデ・バラメンダで、スペインの第七代メディナシドニア公アロンソ・ペレス・デグスマンの孫娘として生まれた。ブラガンサ公ジョアンと結婚した。ルイサは、男勝りの女性で、1640年のポルトガル再独立の際には、弱腰になりかけた夫を奮い立たせて、反乱側につかせた。スペインに対抗して、 ポルトガル王、王妃になったら命を狙われるだろうとの警告に対して彼女は一生を公妃で終わるより1日だけの王妃の方がマシですと言ったという。1641年にジョアン4世を狙った暗殺事件が未遂に終わると首謀者とされたカミナコーラ貴族を処刑するよう進言したという。ジョアン4世の死後は息子アフォンソロクセイが継いだが 青年に達しておらず、また情緒障害もあったため、ルイサが殺傷となった。ルイサはカステロ・メロール博の陰謀の標的にされた。内外ともスペインがあの手この手で妨害を仕掛けてくる中、ルイサはイングランドとの同盟に成功し、ポルトガル独立の承認を各国から取り付けることになった。以後、彼女はポルトガルの実権を掌握し、息子に引き継ぐまでラツワンを振るった。 多くの絵画で、東部に白い島として描かれているが、ルイサには尋常性白藩があったという、ありがとうございます。